ありがとう。今からバレンタインデーの、まあ今日はバレンタインなんて、バレンタインデーなので、お菓子作りをしたいと思います。お昼もお菓子作ったんですけど、今からまた作ります。ブラウニーを作ります。テロップに書こう。ブラウニー。作る。今から作りたいと思います。そう、お昼も作って、ちなみにお昼はマドレーヌ。ブラウニーはもう一回前回の練習というか練習兼本番で作ったので、慣れたもんですって。もうね、事前準備完了。薄力粉もグラニュー糖もバターも測って、チョコも溶かしてやっております。偉いでしょ。ではレッツクッキング。ちょっと待ってね、もう一回ちょっと作り方復習しますね。バターとチョコを混ぜましたら、あ、オーブンを予熱しておこう。待ってね、オーブンをちょっと予熱してきます。リップが薄かったのでリップ塗ります。でれん、お、ついた。ちょっと今顔がすっぴんです。もうメイク取っちゃった。ではレッツクッキング。ブラウニーを作っていくよ。まず、はい、チョコを、ちょっと待って、ちょっと消し、ちょっと一回このチョコを溶かさなきゃ。忙しいですね。ちょっとあのチョコレートとバターを溶かしてから余熱でした。ちょっと待ってきます。忙しい。溶けるかな。でんでんでん、重い湯煎した方が絶対いいけどサボってます。お、溶けてる。取り直して余熱です。はい、溶けました。そう、材料は感じです。ちなみに今回はなんかちょっとおしゃれに、なんか前回作ったブラウニーが意外と甘めじゃなかった、甘くなくて、まあ甘いねんけど十分ね。チョコレートを全部ね、ダークチョコレートにしちゃったので、ダークチョコレート2枚と、普通のミルクチョコレート2枚にしてみた。だからちょっと味がね、ちょっと前回とは違う感じな気がする。いろいろ試してみた。いや、もっと甘くしたいよ、本音を言うとね。
あ、素敵、溶けてます。したいけどやっぱ意外とね甘いの苦手な人も多い気がするから、甘すぎずでも甘くないわけでもなく絶妙な甘さを攻めていきます。はい、続いてグラニュー糖。うわ、いい匂い、チョコのいい匂い、匂いますか皆さん。ポンポン、ミリモンか、ミリモンか、天才チョコランディ。ポンポン、グラニュー糖はちょっと量を減らしています。カカオのいい香りがしてますよ。卵も3つ入れちゃいます。なんかでも今日ちょっとスーパー見に行ったらさ、チョコレートゾーンがちっちゃくなってて悲しかった。こうやってバレンタインデーというかイベントが終わっていくのか、悲しいぜ。次はお雛様かな。入れました。これはこの前学んだ、時間との勝負なんだ。でも意外と溶けるのが早かったので。今日はちょっとみんなに焼き上がりを見せたいなと思うので11時までに頑張りたい。15分ぐらい焼くので、やばいいい匂いなんですけど。続いていい感じに混ざりましたよ。グラニュー糖を入れて、卵も3つ入れました。牛乳かな、牛乳60、牛乳60入れたら薄力粉を混ぜる。あ、薄力粉ちょっと多い気がするぞ。あ、大丈夫だ。あ、大丈夫だ。ミスったかと思った。うわ、ホット牛乳飲みたい気分だな、今。はい。牛乳60入れます。よいしょよいしょよいしょ。バレンタインもらった人、計量は落ち着いてやるんだよ。はい先生。そうなんですよね、本日2回目なんですよね。もらった人いそうだけどいなさそうな気もする。待ってろみんな。続いて前回は忘れてた薄力粉をちゃんとふるいにかけて入れます。
みんなに待ってろ、みんな。なんかこんな風におしゃれにしたいけどめっちゃ飛びそうなのでこしてみちゃう。そう、前回忘れて、大事ですからね。なんかちなみにお昼に作ったマドレーヌは美味しかったんけど、なんか自分的に反省した。多分これ食べたい人にしか分かんないけど、多分自分のこだわりだと思うんだけど、あ、もうちょっとこんな風にしたかったなって思った。てかなんか意外と甘くなくて、自分の舌バグってんのかなって思ってきたけど、どうなんやろ。まあ甘党じゃない人にはいいと思うけど、甘党の私は全然甘くないじゃんと思って食べとった。あ、そう、ココアパウダーも入れようと思ったんだよね、忘れた。そうね、今日は三大恋の三大きっかけでってやつですよ。クリスマス、バレンタインデー、お誕生日。え、しかもマンツースリーフォーでセリフ言ったことない気がする、ポジションで。言ってみたい、意外と。マンツースリーフォーさ、披露する機会が少ないかも、そもそもあんまり。今言っていいんだよって。え、言っていいの、ここで使っちゃう、それ使っちゃうの、それ。この純ココアだからあんまり甘くはない、ココアパウダー。ふるいなんて書かなくてもいいくらい細かいけど、言わないよ、ここでは。いつかステージで歌えれる日が来るのをみんな楽しみにしててください。ちょうどワンツースリーフォーの生写真前さあったし、発売したし、ゲットしたか、みんなちゃんと。こんな手元だけのクッキーがあるってぐらい、手元しか映っておりません。 OK、 テリーン。ホットケーキみたい。登場する。
してこれがほんまにさ混ざるのかってぐらいやねんけどさ、ちゃんと混ざるんだよね。いつも入れながら思う。うわいい匂い、チョコのいい匂い。果たしてみんなは焼き上がりを見ることができるのか。なんか X にさ、チョコの奴隷の着てる衣装着てるのアップしようと思ったら、チョコの奴隷久しく着てなくて、なんか全然関係ない写真になったんですけど、みんなコメントしてね。え、ヘラで混ざった方がいいんかな。なんか悩んでこっちにしてんねんけど、やばいかな。なんか前回こっちでやったイメージやねん。ヘラの方がいいかな。あ、でもね、混ざってるかも意外と。あ、でもね、意外といけそうかも。こっちでやった方がいいですよっていう人もいればさ、混ぜるの大事なんていう人もいたりさ、好きなようにしてもいいよって言ってくれたりさ、うん、好きなようにします。ありがとう。食べればいいと思ってしまうって人がいたりさ、いろんな人がいていいね、楽しいねって感じで、なんか意外とできた。え、元パティシエの人がゴムベラおすすめしてる。そっちにすればよかった。でも意外と大丈夫かも。え、ちょっとその話今度トーク会で聞かせて。てかトーク会で完売があって、しかもチョコついた。一番すぐの日、3月16日の日完売、全部完売してたの。嬉しい、ありがとうみんな、本当に嬉しい。ぜひぜひ、まだ17日もあるし、これからの日程あると思うので、早くね、早めに会いに来る予定立ててください。あ、やっちまったぜ、飛んでったぜチョコ。ありがとう。ちょっとまた後で話すんですけど、ちょっと一旦作るね、今時間との勝負なので。危ない、めっちゃごめん、声でかかった絶対。よし、ちょっと待ってね、後で串川について話すからね。一旦容器に入れる。よいしょ。まず前回も使ったこれ、ダイソー先生のこれに入れます。これはね、なんかテカテカで中が光沢というか、これで光沢取りやすいので、では入れます。前回ヘラで入れたっけ。ヘラが今使ってしまった。うわ、どうしよう、これでいいか。ようわからんやつ。やっぱ結果ヘラが良かった。でもさ、ダイソーもいいんだけどさ、セリアもいいしさ、あとどこがある？キャンドゥとかもあるしさ、
百均最高だね。結果うわブラウニーって感じの生地してる、ずっしりいいんじゃない。でん、いい感じです。で、もう一個入れるねんけど、なんか念のためまたこれも買ったのか、意外とこれが使える。いいね、確かにうちわとかもさ、ダイソーでめっちゃ売っとったわ。かわいい手作りうちわ。手作りってやっぱいいよね、なんでも。だって市販で売ってるチョコも誰かの手作りってことですからね。いいんじゃん、いいんじゃん。いいじゃん、いいじゃん。これもいい。あ、待って待って待って、違う違う、バカ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 、私何してんの、バカ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 、これにバカ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 、一個無駄にした、絶対やらかしたよ。皆さん覚えてますか、前回キッチンペーパーを引いてましたよね。私ちょっとこれはもし足りなかったら入れるということでセーフ、全然アウト。これがしたかったんです。めっちゃバカ。一個設定したら一個間違える。あ、設定じゃない。一個成功したら一個間違える。ご愛嬌ということで、時を戻そう。ちょっとバターを塗る、取るときに取りやすいからね。やばい、終わった余熱が。チューブバター最高だよ。よいしょ。悲しいな、チョコレートがこの世から今年の季節が終わっちゃうのか。
なんかクリスマス好きやったけど、今までで一番好きなねイベントやったけど、ちょっとバレンタインなことに気づいた。みんなのさ一番好きなイベントって何？まあ誕生日もそうだしさ。3ヶ月前って言ってること変わってる。そうなんですよね。それが私なんですよね。あ、ハロウィンもいいね。え、ハロウィンはね、そんななんだよね。ちなみに別に嫌いなわけじゃないねんけど、ハロウィンはそんなにね、なんか重要視してない。意外と着いた。あ、最高。近くに会える時間差って。キロちゃんの生誕祭だって。ああ、いい。まあ、みんな完璧かて。回答ちょっとやめた。最高、みんな大好き。あ、それを求められていたのかと。ってまで。あ、年末年始もいいね。確かに。これが生チョコだったら私は絶対舐めてる。ペローンってしてるけど、さすがにね。よし、ごめんなさい、これ本当にもったいない私で。ここで登場、てってらてん、食べっ子動物。これを入れます。あ、コメント欄にトーク会始めまして来てくれる方いるよ。だって待ってます。嬉しい。話題いっぱいあるからね。あとで映画飯投稿もするからね。いや今日働きすぎ。楽しいね、バレンタインでみんなと過ごして今日はオレオじゃないんだ、実は。言ったやん。言ってへんか。可愛いんだけど。そう、最初はグー、じゃんけんぽん。もともとこれを作りたくて。ヒルさん、キャット、猫、綺麗に切れるかな。てかこれ、これを一口サイズずつにしてあげるんだ。
パンダ、え、パンダ、え、パンダ、パンダって横のことある、わ、感覚むず、着るとき大変だ、かわいいじゃん、絶対なるから、ラビット、ちょっと待って、大きさいろいろ見たいと、マウス、うわ、どうしよう、うわ、ちょっと待って、縦でもいいかな、うわ、むずい、ちょっと待って、サイズミスってるかも、あ、ファーシールファーシールだっけ、なんかアザラシ的なやつっぽくない、レオパード、レオパード、トラ、ちょっと、あ、バットマン、かわいいんだが、ベア、待って、むずい、うわ、待って、むずいぞ、これ全部横でむずいぞ、いけるかな、頑張ってみよう、あ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、一回切るとき考えよう、分かる、言ってる意味が、このさ、縦にさ入れていきたいねんけどさ、横だ、サイズがさちょっと無理かも、まあ、これはミスってる、普通に普通にミスってるし、なんか食べっ子動物粉々やねんけど、みんな大丈夫そう、縦でも入れてみよう、ちっちゃいサイズ、こい、うわ、着るときむずそう、まあ、いっか、マカウ、なんていうんだこれ、ハムスター的な、おい、心配しとんやん、やっぱあかんかったわ、変な形になっちゃった、まあ、一回ハットで見せてあげる、ホース、おお、ロースターめっちゃいるんだね、ちょっと小さめが欲しい、あ、かわいい、なにこれ、え、え、へん、やって、動物来い、モンキー、これ着るときむずいな、かわいい、待って、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16個、できた、ライアン、昨日君へに言われた一言、ちかさん、テンコ下手
って言って君江が転校してくれました。そうなんです、私嫌いなんです転校。ポーカピン、ポーカピン、あ、ごめんなさい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 、マカオはインコだそうです。へえ、わかるわかるのは自信満々に言ってますよ。それな、スクイアレスクイアレみたいな、ファックス、あ、ありがとう、お菓子のギフトをくれて。あ、知ってるよ、シープ、羊。なんかオレオも可愛いけどさ、これも可愛いね。スパロー、スパロー、スパロー、ジャックスパローいるんだけど。てててててれててててててれて。うん？トートイズ、トートイズ、トートイズ。あ、I'm sorry。わからん動物もいるねんけど、って思うと勉強になるねこれ。あ、フクロウじゃない、オール。あ、タイガー、あ、タートルズか、恥ずかしい、カメか、さっきの絶対そうだ。オッケー、あん、あ、ディアだ、なんだっけこれ、鹿とかじゃなかったっけ、うまっ。あとで食べよう、よし、食べとるやないかーい、食べるに決まってるやないかーい。よし、焼くよ。何度だっけ、20分か25分。24分ぐらいにしよっかな。ほら見て、可愛いんだけど、ほんまは綺麗にやりたかってんけどさ、可愛いんだけど、ちょっと何、なんか女子力発揮しちゃってるくないこれ。まあ入れて混ぜるだけなんですけどね。ちょっと袋の余分な部分を切ります。あげる人がいるとさ、楽しいよね、お菓子作りって。より、よいしょ、かわいい、ちょっとなんか写真でも撮っちゃおうかな、かわいいからさ、待ってね、みんな。はい、みんなインサート撮りますよね。何枚かいいのがあるでしょ。よき、180度で24分くらい、ちょっと一旦第1弾行ってきます。はい、みんな行ってらっしゃい、行ってください、せーの、 OK。
味しくなあれ。たべっ子動物のさあちかあれも好きやねんな。チョコ味も美味しいんだよね。私こう捨てるときにさこうやってちゃんと折る人が好きです。問題、いつも歯医者に行っている動物はなーに。英語の勉強できました。 Thank you so much. I studied English. あ、正解。鹿。歯医者のことは鹿って言うよって。正解。やばい、止まらん。キャット。簡単だね。飲み物飲みたい。よし。よし。まああと20分。今からかかるので、映画飯投稿をしようだ。しようじゃないか。脱ごう。やめられない、止まる。あ、ループしてる？ちょっと止めます。あれ？ループしてる？止まってない？あ、動いてるのね。駅。はい、今から映画飯投稿ではしていきたいと思います。今週はですね、ちょっと深い映画なんです。ちなみに、邦画です。ちなみに邦画なんですけど、今日は個人的にちょっと気になってたやつで、多分ね、知ってる人いると思う。2018年に公開された映画やから、最近かな。でね、ハッシュタグ書いてる。アップします。3、2、1。知ってる人。今日紹介する映画は奥男です。知ってる人。あ、主題歌をかけようと思ったのに忘れてた。後で追加できるかな。やば、投稿に書いてる文章さ、4行連続でお金お金お金やねんけど、怖っ。ちょっと待って、キモいわ。ちょっとちょっと
変更させてほしい。怖いねなこれ。はい、悪男っていう映画で、あ、でも知ってる人いるね、聞いたことあるっていう人いるかも。この映画はね、すごくお金について勉強にもなる映画であって、まあ、お金について考えさせられる映画です。あらすじはね、3000万円の借金を残して失意したお兄ちゃんの代わりにその借金返済に追われてる主人公がいて、その不幸続きの主人公にある日宝くじ3億円っていう幸運が急に訪れるのよ。でそっから果たしてお金を持つっていうのは幸せなのかっていうお金について勉強できる映画で、いやお金に取り憑かれた男の話ではない。ちなみになんかお金に対してそんな執着がある主人公じゃないからこそやねんけど、まあなんか本当に言っちゃうと、まあ3億円の宝くじ当たってんけど、急に3億円も当たっちゃったから怖くなって、主人公の人も、あ、失踪なの、ごめん、失踪じゃないのこれ、間違えたかも、あ、失踪、え、わかんない、まさか、あ、失踪でした。はい。ということで、ということで、まあまあ3億円当たって親友に相談して、その親友がなんかすごい起業家というか、そのすごい親友さんで、その親友に相談して、なんか一回お金が当たっただけじゃ分からんから使ってみようってなったので、なんかすごい盛大なパーティーを開くのよ。まあ物語はそこから始まるねんけど、すごいパーティー大勢でやって、みんなでウェイみたいな、お酒飲んでウェイみたいになって、まあ案の定記憶というかなんか、まあ倒れ寝ちゃって、起きたらもう、え、誰もいない、3億円もなくなってるっていう状態でそこから始まっていくエピソードで、その親友、3億円持って逃げた親友に対して別に怒ってはなくて、なんで持ってったんだおいみたいな感じじゃなくて、なんかその親友を探していく中でお金を持った人たちといろいろ関わっていって、その主人公の人のなんか気持ちが変わるわけではないねんけど、どんどん主人公の人も考え直される映画で、最後はなんか、ああなるほどなって、めっちゃハッピーエンドってわけでもないけど、でもめっちゃバッドエンドってわけでもない終わり方で、個人的にはすごく面白くて、なんだろうな、なんかお金ってやっぱ大事、もちろんそれは生きていく中で大事やけど、でもなんかお金が全てとも言えるのかなって自分は思ったし、なんかお金の大切さを教えてくれるっていうそっちの意見よりは、個人的にはなんかお金の使い方とか価値観はさ、本当に人それぞれであって、でもお金がいらないっていうわけではないけど、なんかもうここコメントにも書いてんけど、どんな場面でどうやって使うかが大事であって、なんかすごい深い映画でした。この映画はすごいね、なんか難しい部分もあったけど、深ってなって、なんかお金に対する自分の気持ちとか、お金ってものになんか難しいね、お金と向き合うとか、別にそんなさめっちゃ金持ちとかそんなわけじゃないねんけど、今の自分の状況だからこそ考えられる考え方があるなって思って、もちろん好きか嫌いだったらさ、嫌いな人わからん、おらんとは言えへんけどさ、好きに決まってんじゃん。あったらあった分だけでいいけど、ただお金があれば、ある、お金があれば幸せってわけではないなと思って、3億円じゃ宝くじが当たりました、その使い方は人それぞれで、なんか1日で全部なくしちゃう人もいるだろうし、貯金してする人もいるだろうし、人のために使う人もいるだろうし、そう、お金の使い方は人それぞれだけど、なんか使い方次第によって変わるよって話です。すごい深かった映画、個人的に。でもやっぱ結論、お金は大事だけどね。
なんですけど、果たしてお金を持つことは幸せと言えるのか。お金がなくても幸せな人だっているだろうし、まあ、結果今の自分に生活に合ったお金があれば十分だなって。欲を持ちすぎず、でも持たなさすぎず、贅沢しすぎず、でもたまに贅沢できる、そんなぐらいがちょうどいい。そう、珍しいジャンルでしょう。いや、わかる。ご飯があってね、どこがあってお仕事すればそれでいいですって。あ、当たったら名古屋に行きますって。っていうすごい深かった映画です。面白かった、個人的に。で、まあ、ちかちゃんのおすすめ映画飯は牛丼です。まあ、この主人公の佐藤健さんが生活していく中でなんかご飯食べる時があんねんけど、それが牛丼屋さんで並盛りの牛丼を食べるっていうルーティンがあって、やはり吉野家な気がする。多分吉野家で並盛りの牛丼を食べてて、うわ牛丼食べてってなった。まあ私はすき家派なんですけどね。だからこのコメントはみんなの好きな牛丼チェーン店、もちろんチェーン店じゃなくてもいいので、でなんでそこが好きなのかも細かく書いてください。公園でお客さんに収入聞いたのもこの影響。これはバラエティでしょ、みんなバラエティ。それはでもちょっとこれからさ、ファンの人に質問聞いたらちょっと聞いちゃうかも。そうで、チーズトッピング作るのが大好きなんだ。でもちかまだ一人牛丼したことないかも。あ、細かく書いて書け、もうコメントしてくれたん、早いな、ありがとう。ぜひぜひ、まあ細かくじゃなくてもいいよ、普通にここが好きですだけでもいいし。いいな、ぜひ。まあ、本当に考えさせられる映画でした。あと競馬好きな人とかも面白いと思う。競馬も出てくるよ、ちなみに。競馬してるシーンとかもあって、でも面白かったのが、なんか一回、あ、待って、違う映画だ、なんかと被ってるぞ。もう映画見すぎて混ざってる。なんか一回響いたのが、一度贅沢、お金を使う楽しさを覚えた人はなかなか抜けられないっていうセリフがあったんだよな。すごい響いたんだよな。確かに一回さ、その最高な幸せを味わっちゃったらやめるのって難しいよなって。え、これ何で聞いたセリフなんやろ、忘れちゃったけど。なんだろうな、ってな感じです。だから生活水準の話とかも聞いたことあるな。見てみてね。これはね、ちなみにアマプラで見たかな。まあ結果でお金に取り憑かれすぎるのも良くないけどね。そう、幸せなら一番なんだよね、今が。ということで、ちゃんと今回は期限に間に合いました。締め切り過程だから、食べっ子動物食べてもいい？分かった。でもなんか手汚れるのやだから箸で食べよう。見て、これお母さんがくれたお箸なの、可愛くない？うさぎ年だからチカ子って名前つけて。可愛いでしょう、うちの母。うん、あと3枚だけは無理や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 無理。あれ、まだいいよって言ってないの、あれ。いや、ポテチとかあんま食べないのよ。私知ってるでしょ、みんな私あんまお菓子食べないって知ってるでしょ。あと2枚だぞって、今2枚食べちゃった。ちなみに1枚後ろに隠してた。お茶、ちなみに見て、
なんかちょうどさぴったり可愛い袋があってマドレーヌが入ったの。でもちょっと個人的にこのマドレーヌは甘さ控えめ。あと何分かな。え、食べっ子動物ちょっとなんかテレビ撮ってするよ。あと8分。あ、膨らんでるぞ。え、大丈夫そう。なんか膨らみすぎてんだけど、ちょっと待って見せてあげる。一回停止。あちゃ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 。え、なんか焦げた。なんかこっちは成功してたけどさ、え、こんな膨らむことある。でも多分これ絞むねん。クッキーがなんかちょっと向き変えようかな。見て、なんかお腹いっぱいだね君たち。ちょっとなんか向き変えようかな。向き変えようね。ちょっとね、びっくりしたね。ちょっと向けてくるね。でもまだ生っぽい。やっぱさ、私の不思議なんですけどね、2回目失敗すんのよね。違う違う違う、ちょっとね、あれ空気抜かなくても。箱にバター塗ってないけど大丈夫？ん？あ、アルミホイル、確かにアルミホイル乗せる。ありがとう。確かにクッキーがさ、ちょっとなんか日焼けしててさ、置いてきます。ありがとう。で、そう、1回目ってさ、やっぱ成功するからさ、怖い。人生と一緒じゃん。2回目せやでも2回目のジンクスめっちゃある。料理全部そう。あ、密封はしてない、ちゃんと上に重ねただけ。ありがとう。ということで、さっきも一緒に言ったんですけど、みんなトーク会の5時販売が始まったので、ぜひ遊びに来てください。嬉しいことに完売の部が増えてて、一番初めの一番最初に会える日程が全部完売でね、嬉しかった。ありがとうね、みんな。なんかこうやって私がさ、頑張りたい、やりたいって言ったことを全力で一緒に応援してついてきてくれるみんなが本当に嬉しいし、頼もしいし、もうね、好きが溢れる。そう、幕張も出てるみたいで嬉しい、本当に。ありがとう。でも油断せずに、一緒に、なんか楽しく、頑張ってほしいです。いっぱい話せる話題もたくさんあるし、人見知りのあなたも、お待ちしています。ノープランでも大丈夫、ノープランですっていう人が来たらいつも喋っちゃうし、なんなら内容考えてくれてんだろうなって人にもすごい話しかけちゃうくらいおしゃべりなので、お待ちしています。でも近くマニアちゃん意外と人見知り少ない気がするけどね。わかんない、喋れるネタがいっぱいあるからかな。映画にせよ料理にせよさ、あるからかわからんけど、なんかすごいいっぱい話してくれるし、いつもさ、みんなもみんなの話聞かせてくれる。今日どこどこ行ってきたんだとかさ、マラソン行ってくるんだとかさ、え、そしたら、え、あの人もマラソンやってるよとか、共通のことを教えてあげれたりするし、いいよね。
って思う。それはあ、それこそね、今度言ってたっけな、6月かな、あ、6月ないか、5月かな、どっちか忘れたけど、彩香と一緒にね、お揃いでなんか着ようとか話したりしてるのでまだ似て決まってないんですけどね、いつだっけな、英語も喋ろうね、イエスあ、6月かな、6月だった気がする。いつだっけな、はい、名古屋で教えます、あったり、あ、どちらやけど大田の方ですね、です。あと3月末のラスト、3月のラストはあのドライチちゃんと赤チェックの、でも衣装が本当にさ、シングルの衣装とその赤チェックしか着れないので、まあみんなは衣装でも私服でも会いに来てくれるんだけどね、その日もあるのでぜひ見に来てくださいね。舞台のこともだし、生誕 T シャツも着たいし、生誕祭の話もしたいし、映画のことも話したいし、みんなの話も聞きたいし、聞かせてね。え、あゆかともするよなんか言ってたよね、あの歴代 S のやつやろうって言ったけど結局せずに終わっちゃったから。え、ベースボールシャツもらってない、あれなんかメンバー分なかったよな、なんか着たかったけど、なんかもらえ、生誕くじももらえへんし、もらえるやつともらえないやつとかがね、いろいろあるのだから、みんながいつもチカの分もセットで送、私の分もセットで送ってくれるの嬉しいんだ。みんな X にコメントするんだよ、インスタも。え、嬉しい嬉しい、グッズ送ってもらえると嬉しいよ、ちか。あとね、親友とかにも渡す、親友もね好きなので、そういう私の一番のファンだからね。あと何分だ、あと2分、食べましたね。ね、見てた？見てた、やっぱ。ねえ、罰ゲーム受けて食べっこチカちゃんだよね。そうだよ、食べっこチカちゃんだよ。なんか今までね、ウサギが一番好きやったけどさ、なんか自分が似てるのって言ったら、ちょっとなんかみんなのコメントでレッサーパンダがしっくりきてさ、あ、じゃあ英語の勉強しよう。キャメルは何でしょうか。お、さすが、さすが。え、よくわかったね。ラクダでした。
じゃあ、やっぱ言ってたね、フォーシールってやっぱオットセイだ。ヒッポー、何でしょうか。なんか昔これさ、ヒポポポタマースみたいな学んだ気がする。あ、できた。あ、カバー正解。終わっちゃったじゃん。え、できたかな、生じゃないかな。あ、いい感じなんじゃないこれ。見て、多分これでピュンってちっちゃくなると思うので、見て見て、じゃーん。ちょっとこの真ん中のやつがいい感じ。今からもう一個の方も焼きたいので。熱くない？はい、みんな行ってらっしゃいって言ってください。行ってらっしゃい。180度で24分。よき。これがいい感じに、ほら、いい感じじゃない、見て、ちゃちゃちゃち、冷やして多分いい感じです。これで、やばい、クッキーが焦げてるんですけど。あ、そういうことか。あ、そういうことか。オレオの時だったら焦げへんかったけど、食べっ子動物にしたことによって焦げたのか。待って、食べっ子動物だったら何分だったんだ。あ、160度だった。ちょっと待って、ね、ちょっと待ってね。だからか、クッキーとオレオと違うのか。160取り消し、だから焦げたのか。急にオレオにしたからだ。でも大丈夫そうな気がするぞ、生地がついてないから。生ではなさそう。うん、生じゃない、ついてないから。勉強。そうね、違うみたいだね。また経験積んだわ。まあいっか、かわいい。ちょっと日焼けしてるぐらいがかわいいんじゃない。ほら、まあこれは明日メンバーに会うのであげるんだ。失敗ではないからね。これどうやって切ろう。なんかこっちじゃない方がいい気がするな。まあいっか、一回ほら、あんなさ、ブクブクだったのが。うん、全然丸焦げじゃないよ、食べれるよ。可愛いし、ほら、可愛くない。ただ切るのがむずい。まあ考えるか。ちっちゃい包丁で綺麗に四角にはならへんけど、ちょっとなんかクッキーに沿った形にすればいいか。ま、なんとかなる。私が作ったものが正解です。ということで、多分あっちは成功すります、すりますで。じゃあみんな終わり。
りますね、そろそろ。1時間以上配信してた、ありがとう見に来てくれて。またお菓子作るときみんな見守っててね。以上、お菓子作り配信でした。明るくしよう、スクショタイム。熱っ。うんうんうん、あ、かわいいクッキーが出てきた。大好き、しかも大好き、みんな。ディリーン、ハッピーバレンタインだよ。はい、近くからのバレンタイン。みんなホワイトデー待ってるからね。はい、これで近バレンタインみんなあげたということで、バイバイ。明日はちなみに夕方頃に配信をすると思います。またメールで書きます。ちょっと明日は夜が遅くなりそうなので。ではバイバーイ。